日本のお笑い芸人、海外のゴッドタレントで暴れまくっていた。ということで見ていきたいと思います。皆さん、ゴッドタレントは知ってるでしょうか？まあ、ゴッドタレントは、公開オーディション番組なんですが、昨年ね、とにかく明るい安村さんが、イギリスのブリテンズゴッドタレントで、全裸に見えるポーズで大ブレイクし、決勝まで行ってね、話題になったんですが、まあ、そんなゴッドタレント、最近どうやら、日本のお笑い芸人もたくさん参戦し、ゴッドタレントを沸かせているようで、例えばこちらですね。こちらチョコレートプラネットですね。アメリカ版のアメリカズゴッドタレント2024に出場したみたいで、そこで TT 兄弟を披露し、まあ、日本ではね、もう結構前にやってたんで、今 TT 兄弟やっても、あ、TT 兄弟だ、ぐらいのリアクションかもしれませんが、まあ、やはり海外はね、新鮮ということで、もう会場が大盛り上がりしていて、お客さんもね、T のポーズをしたり、審査員のサイモンさんも手を叩きながら笑っていたり、もう大受けしていましたね。さらに司会者のテリーさんも、こちらですね、一晩中したいと言ってて、もう TT 兄弟を一晩中したいと言っていますね。疲れるやろ、と思うんですが、まあ、YouTube の再生回数も500万回以上再生されていますね。まあ、しかし無念の準々決勝進出とはならなかった、みたいなんですが、まあ、爪痕は残した、みたいですね。で、さらに他にも、こちら、ジェラードンですね。ジェラードンもアメリカズゴッドタレント2024に出場したそうで、こちら、もうサムネはむちゃむちゃ面白いというね、動画が投稿されているんですが、まあ、この型抜きされた段ボールを触れずにすり抜けるという芸を披露したそうで、まあ、結構ね、段ボールに当たってるんですが、まあ、日本じゃないんでね、周りから当たってるやみたいな、いじりもなく、そのまま進行し、まあ、お客さんもね、なんだこれはみたいな反応もあるんですが、まあ、なんか勢いで会場は盛り上がってましたね。で、その後もね、こういった全身の切り抜き段ボールですね。これをすり抜けて、まあ、だいぶね、段ボールに体当たってたんですが、司会のテリーさんも、成功だと言っていて、言うほど成功かというシーンもあったんですが、まあ、他にも審査員のサイモンさんが、アタック西本さんと同じ角刈りじゃないか。ということで、サイモンさんもすり抜けられるんじゃないか。と挑戦したり、カミチーさんが謎のパントマイムを披露し、走りとダンスの勢い、まさにオリンピックだという評価は得ていましたね。さらに他にも、シューマッハというお笑いコンビの二人が、こちらもアメリカズゴッドタレントの2024に出場し、動物の被り物を被って、で、仰向けの四つん這いみたいな体勢になって、動物に見せるという芸を披露し、どうやらこちらのシューマッハの中村さんが、過去に笑っていい友のウルトラソウル選手権というコーナーで、この被り物で犬になる動物モノマネが話題になり、まあ、これ僕当時ね、見てて、むちゃくちゃ面白かった記憶があるんですが、その人が、その芸で、ゴッドタレントに出たみたいですね。で、この芸が審査員と会場に大受けし、まあ、初見はやっぱむちゃくちゃ面白かったですからね。もう会場は総立ちでスタンディングオベーション。審査員ものけぞるほど笑っていて、ゴールデンブザーという審査員と司会者が1シーズンに1度だけ押す権利がある特別なブザーも押されたみたいですね。で、結果としてはクォーターファイナルまでは行ったそうなんですが、そこで力尽きました。と報告していて、敗退はしてしまったそうなんですが、まあ、いい友で通用するものは、ゴッドタレントでも通用する、ということは証明したみたいですね。で、さらに、とにかく明るい安村さんも、今回のアメリカズゴッドタレント2024に出場したそうで、まあ、審査員にはサイモンさんがいて、サイモンさんは、去年のイギリスのゴッドタレントで安村さんのことを知ってますから、君は私の息子がゴッドタレントで一番好きな出場者、と言ったりしていて、で、安村さんが全裸ポーズをした時も、もうヒーローを見るみたいな目で、うっとりとした表情で見ていましたね。で、やはり初見の全裸ポーズは面白いんで、会場も大受けし、準々決勝に進出したそうで、9月4日にまたパフォーマンスをするみたいですね。もうアメリカならね、まだ全裸ポーズ新鮮だと思うんで、頑張ってほしいですね。で、さらに、過去に荒引き団にも出演したことがある、風船太郎さんもアメリカズゴッドタレント2024に出場したそうで、まあ、体をね、風船で覆って、脚立の上をジャンプで飛んだり、だるま落としの芸を披露し、司会のテリーさんに、してみたいと言わせてますね。本当にしてみたいかなと思うんですが、まあ、確かに一回はしてみたいかもしれませんね。で、さらに次は、のぼせもんなべさんというピン芸人の方が、イギリスのゴッドタレント、ブリテンズゴッドタレント2024に出場し、まあ、髪の毛でこういった感じで、マレフィセントだったり、羊のショーン、さらに審査員のサイモンさんの胸毛をモノマネし、こちらは審査員の人が笑い転げるほど好きになったようで、こちらもゴールデンブザーを獲得したみたいですね。まあ、惜しくも決勝進出は逃したそうなんですが、まだ日本のね、癖強い芸、海外の審査員も好きなんですね。で、さらに、アメリカズゴッドタレントのスピンオフ番組、ファンタジーリーグという番組にも、日本のお笑い芸人の市川小井口さんという方が出て、まあ、おならでね、吹き戻しの
おもちゃを拭いたり、おならで吹き矢を飛ばし、風船を割る、といった芸を披露したり、まあ、過去にね、ゴッドタレントに出たこともある、ウエス P さんですね。もうファンタジーリーグに出て、乳首洗濯バサミからのテーブルクロスを披露したりしていて、もう日本のお笑いの一芸が海外のゴッドタレントで火を吹いているみたいですね。もう非常に頼もしいメンツなんですが、まあ、やっぱ初見なんでね、その衝撃もあるのか、受けは結構いいですね。まあ、やっぱり日本でやるとね、見たことあるやつも多いんで、今更やっても受けないこともあるんですが、やっぱ海外だとまたゼロから初見で試せるというのが強いのかもしれませんね。ちなみにとにかく明るい安村さん、2023年のフランスのゴッドタレントにも出たそうで、まあ、そこでもね、全裸ポーズを披露してるんですが、まあ、フランスのゴッドタレントでは、これまでもウエス P さんがゴールデンブザーを取ったり、ユンボダンプの二人だったり、チェリー吉武さんだったりも出たことがあるそうで、安村さんだったり、そういった出場者に対して審査員の方が、日本の長い血統よ。初めのゴールデンブザーから色々来た。これは伝統で二国間の友好の証。シャルル・ド・ゴールもこの関係を結ぶはず。私は大好き。と言っていて、もうこの日本の芸人の一発屋的な芸、フランスとの二国間の友好の証らしいですね。ちょっと言い過ぎやろと思うんですが、シャルド・ゴールもこの関係を結ぶはず、みたいですね。まあ、といった感じで、日本のお笑い芸人、ゴッドタレントで暴れまくっていた、ということなんですが、まあ、どうやらウエス P さんだったり、シューマッハは、TikTok だったりの SNS に動画を投稿して、それがバズったら、ゴッドタレントのプロデューサーだったりから連絡が来て、出演できた、みたいなんで、まあ、やっぱ SNS も重要なんですね。まあ、やっぱ初見だとね、面白いですからね。もう僕も記憶をね、消して、初見でね、日本のお笑い芸人のネタ、もう一回見たいですね。もう逆に海外のね、一発屋コメディアンみたいな人がいるんだったら、もう日本でね、ネタやってほしいですね。以上です。